第一三共。辛い風にプレコール CR 上。速攻力、持続力。さあ風と戦い続けてやろうじゃないか。二つの力で風を倒せ。プレコール CR 上新発売。最後するチームでやることはもう。お願いします。スタート。バンプスマートフォン。せーの、ドン。あ、その方がいい。どうぞ。あ、わかりました。ちょっと言うか。手応えはあります。行ってみますか。行きましょう。はい。僕が続けてることは筋トレをほぼ毎日やってることですかね。腕立て、腹筋、背筋を100回ずつ。まあ本当に大変な時とかはできないっていう時もあるんですけど、やっぱ空手もやってたのですぐ分かるんですよ。自分が怠けてると体が変わってくのが。だからその体型維持っていうのも含めて続けてます。武器だなっていうのは空手をやってたので、アクションができることっていうのもそうだし、なんかその空手で培った精神力とかそういうものはこの仕事に生かされてるなと。まあ見どころはまずこの衣装じゃないですか。すごくド派手なかっこいい衣装着させてもらって、でまあ、CM ではここが氷の世界になってます。そのこの氷の世界を舞台にこういうかっこいい衣装着させてもらって、その自分の武器でもあるそのアクションというかフル活用して、かつ風を倒すっていう全てがこうマッチしたすごくかっこいい迫力のあるCM になるんじゃないかなと思ってるので、僕もちょっと完成楽しみです。いやもうそれはもう最後のジャンプキック、助走をつけて蹴るところは何度もやりましたね。いやでも何回かやって最後はまあ皆さんが納得してくれてこううまくいったので満足してます。プレコールの CM に出演しております横浜流星です。今回の CM ではですね、風をイメージした氷の世界を舞台に辛い風と戦い続ける役を演じています。仕事にプライベートに充実させたいのに風を引いて頑張れない、そんな時は1日2回で長く効くプレコールで早く治してください。以上、横浜流星でした。